T.I.T.I.T.I. 本名、クリフォード・ジョセフ・ハリス・ジュニア、1980年9月25日隊は、アメリカ合衆国ジョージア州アトランタ出身のラッパー、作詞家、俳優、音楽プロデューサー、エグゼクティブプロデューサーである。グランドハッスルレコードの最高経営責任者でもある。T.I.P. というオルタ英語、 自分の曲の中で演じることがある。ファンの間では、名前の T.I.P. は、天インチプライアの略だと言われている。自身のことを、キング・オブ・ザ・サウス、南部の王と呼ぶことで有名。また、ラッパー・ファレル・ウィリアムスには、サウスの J.Z. と才能を称えられたことがある。アトランタのバンクヘッドで生まれる。デビュー当時は、ステージネームを T.I.P. とするつもりだったが、 彼が尊敬していたラッパーの一人、Qtip、Qchip と名前が重なるため、P を取って Ti に変更した。ちなみに、彼が尊敬しているラッパーは他にも、JZ、2パック、スカーフェイス、アイスキューブ、アウトキャストのアンドレ3000などがいる。2001年のファーストアルバム、I'm Serious は、あまり注目を浴びなかったものの、セカンドアルバム、Trap Music が、 ヒップホップアルバムとして高い評価を受け、またプラチナセールスを獲得したことや、その後の数々の客演によって、次第に注目を浴びるようになる。2003年にデスティニーズ・チャイルドのシングル、ソルジャーで客演を務めたことで、実力を証明することに成功する。2004年にリリースされたアルバム、アーバン・レジェンドのファーストシングル、ブリング・エム・アウトは、 日本においてもクラブバンガーとして絶賛される。2006年にはキングがビルボードのチャートで1となり、また1週目で52万2000枚という記録的なセール枚数を出したキングは2006年で最も売れたヒップホップアルバムとなる。その後の映画エイティルでの主演やマイラブジャスティン・ティンバーレイクやラビンユー・ロング・タイムリミックス。 マライア・キャリーなどのヒット曲での客演入り、T.I. は、ヒップホップ界の最重要人物の一人となった。2007年に5枚目のアルバム、T.I.V.S.T.I.P. をリリース。インターネットの普及などにより、ヒップホップアルバムの売り上げが低下している中、プラチナセールスを獲得した。しかし、同じ年に、銃や、サイレンサーなどの違法取引容疑で逮捕される。 2007年10月26日、300万ドル、約3億3、0円の保釈金を支払い釈放された。2008年、T.I. は、逮捕による自宅監禁の後、1500時間に及ぶ社会奉仕活動と共に6枚目のアルバム、ペーパートレイル、真実の行方に取り掛かった。ファーストシングル、Howard Ever You Like は、 全米チャートで1位に這い上がり、その後わずか6週で5枚目のシングル、マイアヒライフが全米1位となり T.I. の名を歴史に残した。また、ペーパートレール、真実の行方は、トラップミュージックやキングと並んで、完成度の高いヒップホップアルバムとして評価を受けた。2009年の3月、T.I. は武器の違法取引の刑罰として、 懲役366日の刑を言い渡され、同時に約10万ドルの罰金を支払った。彼は服役し、2010年3月に釈放された。2010年8月、制作に関わった映画、テイカーズがアメリカで公開された。しかし、9月には、妻タメカと共に、ドラッグ所持容疑で再逮捕される。テイカーズと公開と同時期に、 リリースされると見られていたアルバムキングアンケージドはノーマーシー非常のストリートにタイトルを変更し2010年12月にリリースされた。ギャングスタラップをメインに活動しキングオブザサウスと自称する T.I. は常に様々なギャングスタラッパーとのビーフに巻き込まれていた。主なビーフ相手にはデュダクリス、リルフリップ、ショーティーローがいるミナサウスのラッパー。 T.I. とリュダクリスの二人は G ユニットのラッパーヤングバックのアルバムに収録されるストンプという曲へゲストとして招待される予定であった。しかし後日 T.I. の部分がザ・ゲームと置き換えられてしまう。そのため T.I. はリュダクリスを抽象したバースを収録オリジナルバージョンで聴取可能。その後リュダクリスのレーベル DTP のラッパー I-20 のビデオに トラップハウスと書かれた服を着た男が撃たれるシーンがあることに T.I. が激怒する T.I. は自身のアルバム名トラップミュージックに由来すると主張。ビーフはここからスタートした。2007年の6月、カリフォルニアのサンセットタワーでデュダクリスのマネージャーであるシャカズールが T.I. に殴られる事件が起こる T.I. はその後のベッド受賞式の場を借りて騒ぎを起こしたことを謝罪した。 それより T.I. とリュタダクリスの中は改善し、2008年の二人のアルバムにはお互いがゲストアーティストとして参加している。リュヒップホップによると T.I. はリルフリップの郷里であるヒューストンのクローバーランドにおいてフリップの取り巻きといざこざがあったという。T.I. はその時リルフリップを詐欺の理由で探求する DVD の制作に取り掛かろうとしていた。しかし、 彼はそこで、リリフリップの一味との鉢合わせに合い、T.I. のボディーガードの一人が銃を発射したことから、抗論が始まった。同じ日に、T.I. は、ヒューストンのラジオステーションで、リリフリップとの抗論について、説明、さらに彼がフリップをターゲットにした、ミックステープを用意しているとまで発表した。そのミックステープは後日、ラップアロットレコードの CEO、J. プリンスによって、 リリースを中断させられ、同時にビーフも彼を仲立ちにして和解に向かった。2008年に T.I. は一躍注目浴びたショーティーローとの激しいビーフに巻き込まれる。ビーフはショーティーローがセカンドシングルドゥンドゥンをリリースしてから形となった。彼はその曲において T.I. が出身地をバンカヘッドだと自称していることに対し疑問を投げか。 その後、信憑性が薄いとして、リサーチに乗り出した。これに対して T.I. は、シングル、ホワット、アップホワッツハプニングのビデオ、ショーテー、ローの本拠地である望ンムス公営住宅で撮影した。ビーフは、その後、両人映画、ダーティーアワードにおいて衝突し、セレモニーを中止に追い込んだところでクライマックスを迎えた。ビーフは3月7日に T.I. のお別れ会。 T.I. の懲役によるものにおいて、ショィー、T、ローが出席したことで和解が確定された。T.I. によると、両者の関係は、メディアが騒ぎ立てたことで悪化したように見えただけであり、ビーフではなかったという。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。